ティンホイルハットをかぶった男性ティンホイルハットであり、英語圏ではティンホイルと言われるのは放送用の金属箔の素材としてアルミではなく鈴が使われていた時代の名残である。試作をめぐらす頭を包む電気絶縁装置に言及した本としては、1909年のノンフィクション作品アトムの覚醒が古い例として挙げられるだろう。これは純粋な男を自称する ジョン・ポール・フリーが書いた作品だが、彼にとってこういったヘッドギアは、むしろ無意味だった。ひとたび、テレパシーの衝撃的衝突が起これば、このようなヘッドギアがあっても、脳内に滞留する意見や考えは守れないと彼は考えたのだ。外部の干渉から精神を保護するための金属箔の防止というアイデアの初期の例としては、1926年に、 初めて出版されたジュリアン・ハクスリーの SF 短編、組織培養の王も挙げられる。この短編では、主人公が金属白の帽子がテレパシーの効果を打ち消すことを発見するのである。こういった帽子に期待をかける人にとって、その対象は幅広く、政府によるマインドコントロール、スパイ活動、ESP を駆使する超能力者、マイクロ波によるフレー効果など様々である。 自分が国家的なスパイ活動、嫌がらせの対象となった、標的にされた個人だと信じる人は世界中にいくらでもおり、そういった人々はウェブサイトや集会を通じて議論を重ねる中で、ティンホイールハットのような保護具についても話し合うのである。そのため次第に、ティンホイールハットという言葉は妄想症や陰謀論と結びつけられるようになった。 金属箔の帽子を着用した人間は脳に照射される高周波の強度を著しく低下させることができるという発想は科学的に全く高等無形というわけではない。実際強い電波を浴びる影響については実証されて久しい。きちんと作ればアルミ箔の帽子も人間の体の一部を金属で覆うファラデーケージに近いものになりそこを通過する。 電磁波の総量を減少させることができるだろう。とはいえ、ファラデケー刑事は内部を完全に密閉しているところが、金属箔の帽子と異なる。帽子では、顔は保護できないし、首から下についても同様である。高校の授業でよくある物理の実験に、アルミ箔の上に AM ラジオを置いて、金属製のバケツを被せるものがある。つまり、AM ラジオは、完全に金属に囲われるわけだが、 そうすると、AM ラジオの電波状態は著しく悪化することがわかる。このような電磁波をブロックする効果を金属箔が再現できるかどうかについては、その厚みによると言える。0.5mm のアルミ箔であれば、大体いい 20kHz 以上の周波数なら、放射されても少しはブロックできるだろうが、そういった厚さのアルミ箔は市販されていない。 その効果を期待したければ、膨大な枚数のアルミ箔が必要になってしまう。アルミ箔は、不特定の周波数による電磁放射に対して、保護具の役割を果たすという考えも存在する。電磁波の暴露は健康に悪影響があるという主張がなされることもあるが、ティンホイールハットの有効性について、実験を行い科学的なエビデンスを得たという論文は存在しない。 1962年、アメリカのアラン・エイチ・フレイが発見したマイクロ波長角効果は、電磁波の信号を脳が受け取ることで、クリック音やブザー音が誘発されて聞こえるというもので、あるが、この誘発音は、即等用にワイヤーメッシュを当てることで防ぐことが可能である。金属箔の防止は、映画、サインやオリジナルビデオアニメ、フューチュラマ、緑の空の彼方へ、に登場する。 テレビゲームのようなプレイヤーがゲーム内の問題として精神干渉に対処する要素のあるメディアにおいて金属箔の防止が精神干渉に対して実際に効果がある道具として登場することがある。ありがとうございます。